木陰よ、かわいそうなオラの馬子よ。やつら、まくしくなんぞで脅かしよって。死んじまったな。死んじまったよ。ひとたびは退けたが、ナイフの軍はあまりに強大だ。それゆえ我が血を、竜院の力を利用するというのですか。いかに力を得るとでも、痛みも恐れも忘れ、戦い続けるな。私は、人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見ろ。もはや尋常の術では。足が守れぬのだ。私は源一郎殿ほど強くはなれません。何をなすべきか未だわからぬのです。あれから随分と経つ。待ったとて無駄なことだ。行分正隆なり。大手門、
へえ、あんたが生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。さあもう行き。ババが何を語ろうが戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。さあババが、あん、そういう。ネズミがもう一匹、いやその目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗り！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死による。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、石色、お主をそう呼ぼう。お前は何だ。わしはアシナの天狗よ。おう、赤色。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと。このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、セキロ。ネズミ狩りをせぬか。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。これは。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切って参れ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。
供養いかがかね。供養さよ、死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。お主と、はい、お主と九郎様の幻。ああ、九郎様はアシナの死ですが。そうか。うん、うん、ああ、どのような。俺はだが気づけ、ひとたび死ならば改正九郎様流因の改正の幾度で。バカな。はい、ですがまた改正。狼殿、ではその忍び義手随分と腕。お前さん、これはお前さんの。それが書いてある。要は分かった。まったく分からんものよ。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはお寺を出て右手の広場にも
妙、気が合うか。そこもそれがしを使い力ばんま、さらに来るがいい。そこもとの技の試し。